こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットやっていきましょう。今日は後ろに見えているスター団のアジトに向かおうと思います。ここが入り口で合ってるよね。地図を見たらなんか道があったので間違えずに行けそうだなとは思っているのですが、ポケモンセンター、あ、もうここなんだ。初めてのスター団のアジトです。カシオペアだ。スター団のアジトが近いな。ここまで来たということは協力してくれるということかな。仕方ないにしてもいいかな。仕方ない、しょうがないな。ありがとう。これであなたも同志、スターダスト大作戦を決行するメンバーだ。ちょっと待ってくれ。ん？おお。なあ、その話俺にもかませてくれないか。誰だ。俺はケルネ。違ったわ、ネルケだわ。ケルネって、ネルケ。俺はこいつの連れだ。だよな、ダイス。いや違います、そんな連れいりません。おいおい、赤ウォルツシャイなやつだな。スター団を相手にするんだ。これは遊びではないのだが。分かってるさ、俺も団とはいろいろあるんだ。自分で言うのもなんだが、いい仕事するぜ。今はニャースの手も借りたい。あなたも同志として迎えよう。決まりだな。カシオペアさんだっけか。あんたは何者なんだ。ん、私カシオペアはスター団の元関係者とだけ言っておく。そうか、詳しくは聞かないでおくぜ。それでは早速スターダスト大作戦の説明だ。具体的に何をするんだ。平たく言ってしまえば、スター団アジトへ乗り込み、チームをまとめる。ボスたちを倒してその座から下ろす。下ろす、引退させるってことか。あ、スター団は5つのチームがあり、それぞれがアジトを持っている。近くにゲートが見えるはずだ。あれだな、その先はスター団のアジト。奥にはターゲットであるチームのボスがいるはずだ。なるほど。スター団には掟がある。ボスは売られた喧嘩は必ず買わなければならない。そして買った喧嘩で負ければボスを引退しなければならない。先ほど各アジトにダイスの名前で宣戦布告をしておいた。つまり私たちはスター団に喧嘩を売ったんだ。ボスを倒せばそいつはボスを辞めると。ボスがいなくなったチームは統率を失い自然消滅するだろう。ただし問題もある。アジトの中は広く、侵入者を拒むポケモンがうようよしている。ボスの元へたどり着くには波のトレーナーでは難しい。だからこそダイスと手を組ませてもらった。アジト内のポケモンを倒しボスを引きずり出してくれ。まずはアジトに入らねば。ゲート前の見張りを片付けてくれ。あんたはどうするんだ。先ほど言ったように私は団の元関係者だ。表立って行動できない。遠くからサポートさせてほしい。俺に何かできることは。すまないが、まだあなたを完全には信用できてない。アジト周辺の監視とダイスのサポートを頼もう。慎重派は嫌いじゃないぜ。作戦が進んだら連絡する。それでは健闘を祈っている。さてと、頑張ってくれよ、ダイス。おっと、俺の正体についてはお口にジッパーで頼むぜ。今の俺はネルケ。そういうことにしておいてくれ。なんかすごい似合わない制服。まあいいか、じゃあ行きましょう。まずは一つ目のジム。はじめまして、こんにちは。すごい遠くからだ。はいはい、ストップ。この先僕たちスター団悪組、通称チームセギンのアギトです。そそ、不法侵入とかさ、勘弁してほしいわけ。ごめんね、帰ってくれないなら追い返さないといけないんだよ。
あれもしかしてだけどあんたダイス？スターダンに喧嘩売って指名手配中のやつだったり？違います。手配中のやつほど違うっていうからね、バレてる。あんたが何者でも変えんな。さもなくば私に負けていきなよ。勝ちます。生意気。よし、とりあえずバトルだぜ。ということで悪組下っ端さんとの初勝負いきましょう。キノガッサー、よし、マッハパンチだ。翼で打つね。大丈夫、抜群だけど大丈夫、きっとマッハパンチだ。よし、闇ラミは倒れた。これで大丈夫かな。強くてさらに生意気。988円ももらいましたね。お金なかったから嬉しい。あん、悔しい。あとは先輩よろしく。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。あの子最近入ったんだけどかなり態度悪いんだよね。はあ。僕は今からアジトに帰って仲間に連絡するよ。みんな総動員で襲ってくるからさ、逃げるなりなんなり頑張ってね。お疲れ様でした。この人意外といい人ね。電話来た。見張りに対処できたか。できました。そこを根城にしているのはスター団悪組チームセギン。ボスのピーニャはスター団のまとめ役で BGM 担当でもある。頭が切れるピーナは宣戦布告にも動じていないはず。下っ端たちでこちらを消耗させてから劣ってくるだろうな。計算高いタイプには正攻法で攻めるのがいい。現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していくんだ。準備ができたらコンゴを鳴らして大作戦開始。チームセギンに勝ち込んでくれ。ということで初めての勝ち込み。先頭から3匹目のポケモンでスターダンに挑みます。はい、気をつけろ。スターダンは特殊な勝負を好む。その名もダンラッシュ。レッツゴー R ボタンをスローガンに複数のポケモンを同時に戦わせるんだ。ポケモンの体力が減ったら俺のところまで戻ってきな。サポート役として回復してやるぜ。下っ端たちも何かの設備で回復してるらしい。用心しろよ。わかりました。ピピーガー。何者かが身の程をわきまえずアジトに勝ち込んできました。スターダンの恐ろしさを思い知らせて追い返してやりましょう。10分以内に俺たちのポケモン30匹倒せたらボスがお会いになってくれるかもな。はい、ポケモンを R でレッツゴーして時間内に決められた数の段のポケモンを倒しましょう。段ラッシュ中は同時に3匹レッツゴーができます。制限時間を過ぎると負け。自動販売機で HP を回復できます。 FI でリタイア。了解。では行きましょう。3、2、1、スタート。こっち側からでいいかな。はいはい。あ、なんか違う、全然違う方向にこう出してる。はい、頑張ってみんな。はい、頑張ってみんな。そうだ、やるんだ。よっしゃー。次こっち。ダッシュ。頑張って頑張って。よしよし。順調ですね。はぁ、ゾロは。欲しいゾロはどこにいたの。まだ見つけられてないのだけど。ゾロはいいな、いいな。これもここまで合ってる、合ってるっぽいですね。15。じゃあ次こっち。わっ、闇ラミだ。闇ラミ、闇ラミ。次ゾロは頑張れ頑張れ。なんか全然違う方向に出してる。そうだそうだ。21。はーい。はあ、ワニの子。
張れ頑張れ。目黒子ね、ワニの子じゃなかったよ、目黒子ね。え、あと4。あ、なんか出てきてるね。こっちスタンプ。ニューロもいるよ。目的地には到着しましたね。終わり？終わったー。ありがとうございます。31になっちゃう。あれ30以上勝たなくてもよかったと思うのですが、俺たちじゃ叶わないボスを呼んでくるんだ。はい、ということで初めてのボス戦、私は悪組に来ました。炎組とちょっと迷ったんですけど、焦げた炎タイプなのでちょっとそっちは怪しいかなと思ったのでこっちです。ピーニャ、ド派手にやってくれるじゃん。侵入者ことダイスくん、僕はピーニャ AKADJ アクジー、まあ好きな方で呼んでくれ。ピーニャ、早速だけどここで潰れてよ。レクイエム流すからさ、さあパーティーのスタンバイ、永遠にチルアウトさせてやるよ。ということで初めてのエスターダンボス戦ピーニャ、困ったな。あれ気のがしさでよかった？困ったなって、違う方が良かったですよね。これね、マッハパンチしかないよ。困ったなは倒れた。さあ次だ、ブロロ、あ、そっか、ブロロローム。はい、ライブはこれから BPM 上げていくからさ。 BPM って速度ですか、なんだろう。威嚇されてる。はい、マッハパンチ。え、なんか普通にこれテラスタルしていいような気がする。しましょう、テラスタル。そうしよう、飛ばしていくよ侵入者。はい、多分した方がいいと思うのでしていこう。頑張れ私のガッサ。いや本当優秀ですね、いろんなところで使い道があるガッサです。で特性の奉仕もここぞとばかりにかけてくれたりするからすごくね助かってますね。本当はシンポケでって思ったんですけど、いやマジでこの子は優秀。はい、マッハパンチ、これでもう押していっちゃいましょう。バークアウト大丈夫だね。特効が下がる、大丈夫、マッハパンチだ。あともうちょっと、バークアウト耐えたね。もう一回やりたいな。マッハパンチ特効じゃなくて物理だから下がんないんですよね。あー倒れちゃう、ごめんねキノガス、ありがとう。あとは任せて、すごく頑張ってくれました。今回の MVP だね。ハイパーモッド、ケタクリが入ってるのでこれでやります。ケタグリ連続音ね、大丈夫大丈夫。特防は下がっても問題なし。はい、効果は抜群だ。プロロロームは倒れた。スターダンピーニャとの勝負勝ちました。ありがとうございます。まあこんなもんかな。1年と数ヶ月前、まあこんなもんかな。どうしたのピーニャ、マジボスに相談されてたことがだいぶまとまってきたんだよ。相談？何のだよ。まずスター大作戦のこと、あとは何の掟だね。最近仲間増えてるじゃん、だからルールっていうか掟が必要って話になってさ。へえ、ピーニャ君ならいいの思いつくんじゃない？
や、それ超プレッシャーだし、僕が反感買ってた理由は生徒会長してたから知ってるでしょ。バチバチにうざ校則作って生徒の反感買いまくったもんな。すぐ違うやつに交代した。同意でござる。襟足の長さ3センチまでと正直うざさの極みでござった。だったっしょ。だから僕は奥手とか向いてるはずないんだよ。でもさ、団員の面倒を見てるのって大体ピーナじゃん。みんなピーナ君を頼りにしてるし信頼してるよ。今のピーナが考える掟だったら俺も聞いていいと思うぜ。同意。はいはい、分かったよ。やるよ。やりますって。やれることは十分やったよね。自分で作った掟だし潔く団を去るよ。ボスの証団バッジもらってくれる？ありがとうございます。ということで、スター団悪組クリア。ついでにイカした技魔ももらっときなよ。イカ様もらいました。これでパーティーもジエンドか。それにしても君のポケモンみんなヤバすぎっしょ。それってアカデミーで習ったの？覚えさせた技とか育て方とかさ。そうですって言っとくか。君ってアカデミー行ってて楽しかったりするの？楽しい。へえ、ふーん。あんたがピーニャか？生かした髪型の飛びリフェスト、ポケモンの技だとダメ押してきな。あんたと少し話したい。なんか面倒そうだけど暇になっちゃったし OK だよ。わかった、ストレートに聞こう。このままだとあんたたち全員退学処分になるんだろ。なぜスター団を解散してアカデミーに来ないんだ？あ、来ないんだじゃない、行かないんだそこ聞いちゃう？僕らは連れを待ってるだけ。帰ってくるかは分かんないんだけど。連れ、大事な仲間か？スター団で一番強いボスさ。トレーナーで言うとトップチャンピオン的な。みんなで団を作ろうって誘ってくれたマジボスって人。そのマジボスは今どこに？それが分かれば苦労しないよ。1年半ぐらい連絡もつかないしさ。スター団を辞めずにいたら連絡来るかもって思ってたけどね。先生たちは団辞めろってうっさいし、君らみたいなの出てくるし。むしろ見捨てられちゃったか。マジボス団解散したがってたし。マジボスやスター団がそんなに大切なのか。そんなの当たり前っしょ。アカデミー的に言うと宝。ダイス、ピーニャからボスの証団バッジをもらったようだな。ふむ、確かに。これでボスがいなくなったチームセギンは崩壊寸前だ。ピーニャ、すまない、少し考え事をしていた。約束の報酬だ。ダイスのスマホに LP をチャージしておこう。技マシンマシンで作れる技マシンの種類が増えました。技マシンマシンで作れる技マシンを増やしておいた。作れるようになった技マシンでポケモンをさらに強化できるはず。本当にいい仕事ぶりだった。追加報酬として技マシン作成に必要な材料も補給班から受け取ってくれ。どうも。補給班のボタン覚えてないと思うけど、校門の前で助けてもらった。覚えてるよ。あ、そうなん。うちも課外授業の宝探しってことで手伝ってる。うち機械とかハッキングとか得意だから裏方ないよ。で、これカシオペアからの追加報酬。落とし物たくさんもらいました。それで技マシンいっぱい作れるでしょ。アジトを攻略してスター団を減らすことに報酬くれるんだって。なんかすごかったらしいね、レッツゴーって戦わせるの。それだけ強いならきっと大丈夫。ボスは残り4人。頑張って。バイバイ。めっちゃ可愛いはい、ということで初めてのスター団終わりましたね。これもう一回中入るとどうなってるのか見たことなかったのでちょっと回ります。
ごめんね。大丈夫？スターダン続けられるかなっていう話してますね。ボスはどこに？ボス不在のアジトは、ボス不在のアジトは俺たちが守る。ダンラッシュで勝ち込むつもりならゲートのコングで合図しろよ。教えてくれてま、何回でも一応できるっていう感じにはなってるんですね。これきっとそういうことですよね。奥の方とか行ってないんですけど、なんかあるのかな。特にない。それにしても広いですね、アジト。ここなんでここ上がれるようになってるんだろう。ここ上がってこっち来て、ここ何、なんかの台、ちょっとわかんないんだけどはい、まあ、こんな感じで初めてのスターダンアジト戦終わりました。また次回も行けそうなところに行ってみたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!